どうもーどうもあやかんぼチャンネルへお帰りなさいませお帰りなさいませタイの人みたいなお帰りなさいませありがとうサワディーかタイ好きなの、うん、早速本題行きましょううん何BE:FIRSTのうんワンマンツアーホールツアーの当選結果が届きましたえあ届いたメールにてえ全員くんのそれってうんあの合否みたいな感じで両方どっちにしても届くえー、いいやどうもえ分からへん運やもんだってこればっかりそう運やねんこんなんな、うん、これは運やと思うほんまに、うん、まあ多少のその戦略的な申し込み方はあるんかもしらんな確かにうん、まあなるべく例えば人口の少ない都市で応募するとか、うんうん、それはあるかもしれん確かに、うんうんうん、でもそんな簡単なことじゃなくてやっぱ運やと思うなこれはうん、うん、いや運やと思う、うん、ほんまにうん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 ワンワンやな何、うん、まずさ申し込んだ時にさ、うん、思ってんけどさ、うん、こんなに今人気で、うん、こんなにテレビにも出てるし、うん、Hulu とかにも出てるし、うんYouTube もバリバリやっててライブもやってる人たちやるにドームとかじゃなくてホールなんやって思ってん最初にまずうーんなるほどねホールってことは当たる確率めっちゃ少ないねはいはいはい、はい、人数が何千人しか入らへんからそうやね、うん、うんうんうん2,000〜3,000人ぐらいしか入らないのかなうんどうなの多分大体はあそれぐらいの規模のとこで規模感ってことで、うん、そこまで数多くないから、うん、いや当たる確率少ないやろって思ってまあまあまあねそもそもだから分かってて確率かなり少ないなって、まあね、これがドームとかで連日やりますとかやったら、うん、結構当たるんちゃうかなって思うんだけど、うん、何万人って入ってするやん、うん、大きいとこやと、うん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 、だから当たる確率の方がはるかに低いっていうのをまあ踏まえた上で応募したんですね。なるほどね。うん。うんうんうん、まずそれが第一。そうね。はい。うんうんうん。で、あと、じゃあ当たったとして、うん、行くのめっちゃ緊張するなっていう想像して。ああ、なるほどね。まあ、そうね。いろんな意味でね。うん。こうやって人前出ちゃってるから。この格好では行かれへんからね。この、間違ってもいやこの格好でいったらどうなんやろみんな行ったい人来たでってなってさーって逃げるかあの人やんってあれもしかしてヒロワンさんみたいな、うん、でもなんか HSP って言ってたし声かけていいか分からへんしなんか喋らんとこみたいなどうしようみたいななんかそういうちょっとなんか痛い感じになるのが嫌で気にしすぎ当たってもなんか行くのすごいめっちゃ勇気いるわとか思ってて正直 どっちも悩んでたってことどっちもなるほどねまあこれが本音ですねなるほどでも一番の本音はやっぱないい音で聞きたいからホールツアーが見たかったうんと思って応募しました、うんうんうん、やっぱドームになってくるといい音っていうよりはいろんなその仕掛けが良かったりとかお金かかってて豪華やったりとかはあるけど、うんうんうん、となるし、はいそうね、反響も増えちゃうから、うん、ホールで聞くのが一番いいね音楽的にはなるほどうん、ふーんっていう前振りからのやつ、ね、何どうなん結局言ってないもんね、うん、一切言ってません分からんもう一切顔に出さずに一日だけ過ごしましたそう一日過ごされたみたい何も知りませんみたいな手で、うん、分からへんからもう行くで言ってほしいはよ言えて、うん、じゃあ今回申し込んだとこ言おうか場所これは知りたい人多いかもしれんなどこに申し込んだのか私がうんうんうんなんでそこなのっていうのは、まあ、あんまりはっきり言わないですけどうんまあ、そこが良かったのでそこにしたんですが、うん、いきますね、うん、まず申し込んだのが、うん、10月9日の、うん、日曜日のやつ申し込んじゃってんな、うんうんうん、それもちょっと倍率高かった気がしますけども、うん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 、福岡サンパレスを申し込みましたおー第2希望もなるほどなるほどでまあたくさん申し込んだ方もいるみたいですねうんうんそのたくさんっていうのが私よく分かんなくてとりあえずこの第2希望まで申し込んだんですけど、うんうんうんはい、福岡ね福岡で申し込みました、うんうん、ちょっと行きたくて福岡に、うんうん、はい行くで、うん、読むなじゃあ呼んで行きます、うん、届いた時間が6月18日土曜日の2時26分にメール届いてますうんうんうん、発表時間が2時っていうことだったので、あ、まあ、早いね。比較的すぐ来たかな。うんうんうん、いきますね、うん。この度は抽選にお申し込みいただきありがとうございました。うん、ありがとうございます。うんうん、
厳正なる抽選を行った結果、うん、残念ながら今回はチケットを用意することができませんでした。そっか。あ、いや。そっか。あら。あ、ほんまにちょっと残念さやな。うん。落ち込んだら、はやぶさが前向くねんで。残念やね。残念やね。うん、残念。まあなんかそんな、うん、まあ、そっか、うん、まあ残念やね。まあしゃあないね。しゃあない。そんだけ人気があるってことやね。うん。めっちゃ落ち込んでるように見える。あの、はやぶささん。でね。うん。ここで話は終わりじゃないんですよ。あ、そうなん？皆さん。いや、私はごめんなさい。詳しくなくて。たまたまツイッターでベスティの方の、うん、あの、ツイートを見て、えってなったんですけど。うん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 、はい、お待たせしました。ね、調べたけど、私、ホームページの見方が分かんなくて、うん、ちょっとツイッター情報なんですけど、うん、まあ、今回落ちた人は落ちた。はい。うんうん、仕方ない、それも、うんうん。なんだけど、うん、火曜日から、うん、来週の、うん、私が応募したのは、その、ベスティの会員として応募したわけ。会員登録して、うん、月500円払って、はい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 、で、プラス、チケットをそこから優先的に応募できたっていう感じなんですけ ど、それじゃなくてまた他にもあって、え、 BMSG の、うん、レジデンス会員っていうのかな、ほう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 、アーキテクト会員っていうのかな、なんかいろいろあるんですよ、うん、でそれ入ったらまた申し込めるってやつが火曜日から、うん、へー、あるまたあるんやようで、ちょっとツイッター見てたら、うんうんうん、なんかどうしても当たりたくてレジデンス会員になりましたみたいな、使い方よくわからないけどとりあえず当選確率わかります。私もよく本かね、使い方がいまいち、なんかパソコンの方が見やすいんじゃないかなってちょっと思うんですけど、携帯だと私ちょっと機械音痴なのか見にくいんですけど、うん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 、そうだから、うん、まだチャンスはあるってこと。なるほどね。でそれが私いまいち分かってない、どっからどうしたらいいのかが。あの、調べるし頑張るけど、うん、正直あの BE:FIRST の会員入るのも結構手こずってんな、なんか、うん、機械音痴じゃないと思っててんけど機械音痴なのかな、うん、なんかちょっと難しくて、うん、だからこのレジデンス会員のなり方もちょっと分かるかなって感じなんですけど、うん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 、パソコンからやった方がスムーズなんですかね、うん、皆さん、そうかもね、うん、うん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 、っていう感じです。そっか、だから完全に諦めるっていうよりは、うんうん、本気で当選したい人はどんな手を使ってもって、その悪い手を使ったんけど、うんうんうん、こうできるってわけ、うーんっていう感じですね。やんのそれ、どうでしょうね、うーん、また秘密やん。好きやね、また秘密やもん。まず私がそれちゃんと登録できるかがちょっとよく分からへん、不安、不安ではあるんですけど、まあそんな感じみたいですね。なるほどね。みんなどうですか、当たりました？うーん、難しいやろうね。でもいや、確率で言うと絶対当たってる人も少ないからな。うん、でも当たってる人もおるよ。そうやね、いっぱいあったよ、うん、当たったよって。おめでとうございます。おめでとうございます。めっちゃ嬉しい、嬉しいね、嬉しいね、うん、やっぱよかったね。行ったことない人とかもいるやろうし、うんうんうん、生でホールで拝めるなんて、見てほしい、生でワンマンで、しかも、うんうん、なんかのイベントじゃなくてほんまに彼らが作り上げるステージっていうのは見たいんじゃないかな。いいね、いいね、ですね、うんうん、ね、当選した方は、うんうん、あのもしかしたらね、なかなか今後もっともっとビッグなアーティストになるとどん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 倍率上がっていくから、うんうんうん、そうね、う記念すべき初の、 あのツアーぜひ楽しんで、いや楽しんでください、本当に、はい、もうめっちゃ嬉しい、うんうんうん、でそれの報告を待ってますし、うんうんうん、それのコメントもあのみんなでこう共有できるような生配信とかもしていきたいと思います、うん、私らは知らんけども、うんうんうん、もう行った人の情報とかね、うん、共有できたらいいなと思います。いいですね、それだけです、うん、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ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 ね、ありがとう。